同士で自衛隊の護衛艦のヒューガで出雲より小さく作ったんですか。ネットのニュースで加賀という護衛艦の話が出ていて、出雲の2番艦とありました。その前がヒューガという似たような形の護衛艦だと書いてあって、少し小さめです。大して作った時期も違わないのに、ヒューガをわざわざ小さく作ったのは何か訳があるんでしょうか。数年前だと技術力がなかったとか、お金がなかったとかなんでしょうか。どうせ大きなものが必要でまた作るつもりなら、最初から大きな船を作らなかった理由は何なんでしょうか。運用する用途が少し違います。ヒューガ級ヘリコプター護衛艦は航空機の運用もできますが、イージス護衛艦のような単体でも3次元レーダーが充実していて、汎用護衛艦に守ってもらわなくてもある程度は行動できます。今度の出雲級は航空機の運用はたくさんできますが、イージス護衛艦と艦隊を組む作戦行動を必要とします。本当はヒューガと同じ機能を持たせればいいのですが、予算があり贅沢できないので、電子機材を簡素化した分船体を大きくしました。この大きさは計画的で、ヒューガにはできない航空機搭載も可能になります。あともう一隻就航させて、4つある艦隊ごとに1隻ずつ配備されます。大型2隻の次の艦は加賀はありえないでしょう。太平洋戦争で日本の有名な航空母艦加賀から来ています。昔の出雲丸の兄弟は橿原丸ですので、柏原になると思います。ヘリ搭載護衛艦という艦種に前例がなく、どの程度のサイズでどんな任務が可能か詳細が見えなかったから勘違いがあるようだが、軍艦をはじめとするあらゆる武器は同等の機能があるなら小型の方が使いやすい。でかいことは見かけ以外大したメリットはなく、あらゆる武器は高性能を追求してやむを得ず大型化するのと同時に、なるべく同じ性能ならば小型化して維持コストを減らす努力が図られる。ヒューガ型は護衛艦としての戦闘力をある程度残したまま、ヘリも詰めて、さらに災害救助用輸送艦としての機能も詰め込むため、なるべく汎用護衛艦に近い運動性を求めてサイズを抑えたが、さすがに無理があったため、出雲型では戦闘力は大幅に削って、ヘリ搭載と災害救助用輸送艦能力を拡大した結果大型化した。